皆さんこんにちは。最近シャローさんの BGM にハマっている笹健です。突然ですが、皆さんは凝ったテロップデザインを使っていますか？私はシンプルイズベスト過激派なんで、基本的にコテコテのテロップデザインは使いません。ただし、仕事となるとそうも言ってられず、こんな感じのテロップデザインを使うこともそれなりにあります。あれ？これゆっくりムービーメーカー4で普通に再現できるよな。ということで、ゆっくりムービーメーカー4のテロップデザインテンプレートを作りました。概要欄の URL から無料でダウンロードできますので、ゆっくり実況者さんやゆっくり茶番主さんなど、バラエティ色の強い動画を作っている方はぜひ使ってみてください。テロップデザインテンプレートを使うには、まずはテンプレートに登録する必要があります。ダウンロードしていただいたプロジェクトファイルを確認すると、レイヤー7にテロップデザインテンプレート、その上におまけで入れているパターン背景テンプレートが配置されています。登録したいテンプレートを右クリックしていただき、テンプレートに登録をクリック。テンプレートの名前を入力すれば、登録完了です。テンプレートの使い方は、タイムライン上で右クリックしていただき、テンプレートからアイテムを追加。使いたいテンプレートを選んでください。ここからはテロップデザインテンプレート、パターン背景テンプレートに分けて説明します。まずはテロップデザインテンプレートから、映像エフェクトを見ていただくと、エフェクト名にアニメーションと表示されているものがあります。これは名前の通り、アニメーションさせるためのエフェクトとなっているので、アニメーションが不要であればチェックを外してください。また、初期状態のフォントはほぼ全ての PC に登録されている。メイリオを使用しています。メイリオは正直少し味気ないので、お好みでフォントを変更しましょう。ちなみに表示されている例では、土定番フォントである、弦の角ゴシック、弦の明朝のヘビーを使っていますが、例えばド、のテロップデザインテンプレートの場合、レゲエ、ワンのような力強いフォントもありだと思います。この機会にいろんなフォントを探してみるのもいいですね。注意ですが、今回紹介したフォントは初期状態だと PC に登録されていません。また、使用するフォントやテキストのサイズによっては、縁取りの太さやグラデーションなどの調整が必要になります。あらかじめご了承ください。話をテロップデザインテンプレートのアニメーションに戻します。4つのテンプレートのうち、ヒトラクは最初だけアニメーションをします。アニメーションをする時間は中間点で調整しているので、必要に応じて調整してください。最後にパターン背景テンプレートの使い方を説明します。タイムラインを見ていただくと、色調補正用のグループ制御を入れています。このグループ制御には色調補正エフェクトを適用させているので、色相のパラメーターを調整していただくことで、パターン背景の配色を変えることができます。テンプレートとしては4種類用意させていただいていますが、実際は色相の値が違うだけなので、登録はどれか一つだけで大丈夫です。余談ですが、テロップデザインを4種類だけにしているのは、選択肢が多いとむしろどれを使えばいいのかわからなくなると思ったからです。他のソフトのテロップデザイン配布だと、テロップデザイン100種類、なんてものもありますが、少なくとも私は、その中の数種類しか使わないと思います。それであれば、絶対に使えるもの。具体的には、キャラクターの喜怒哀楽。ここに焦点を絞って作りました。そんなに大量の種類を用意するのは現実的じゃないというのもありますが、数を絞った分、4種類とも役に立つと思うので、バラエティ色の強い動画を作っている方はぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。